海猫の鳴く頃にエピソード2ターンオブザゴールデンウィッチは同人サークルであるレイセブンスエクスパンションが制作している同人ゲーム海猫の鳴く頃にのシリーズ第2作である2007年12月31日のコミックマーケット73において発表され販売開始されたタイトルは海猫の鳴く頃にとなお、赤文字で表記する序盤はシャオン。 カオン、ローザラの視点でストーリーが進行する。中盤からはシリーズ主人公である先人の視点でエピソード1とは異なるストーリーが進行していく。魔女により恋心を刺激されたシャオン、カオンの変化が本作品のテーマとなっており、ジョージとシャオンの沖縄旅行や趣子校の文化祭に行くカオンなど見どころも多い。その他、ローザにもスポットが当てられており、 警視たちとの過去が明かされている。エピソード2からは、メタフィクションとしての構造が、作品に組み込まれている。六軒島での連続殺人事件を描いたストーリーと、並行として、主人公の右内宮先人と、魔女ベアトリーチェが、海猫の亡く頃に、エピソード2、ターンオブザゴールデンウィッチを感激し、事件の真相について、互いに推理し合うストーリーが、 断片的に挿入されるようになる。また、六寺までの連続殺人事件を描いたストーリーにおいても魔女が現実世界に現れ登場人物たちと会話をしたりするなどファンタジー要素が強まった新たな展開が見られる。右大宮家の使用人の謝恩と家音は自らを家ぐと卑下し人間と恋をしないようにしていた。しかし、 黄金の魔女ベアトリーチェからもらった黄金の蝶のブローチの力によりシャオンはジョージ・カオンは種子孔との関係を少しずつ深めていった。そして1986年の六軒島では魔女ベアトリーチェが右大宮家を訪れ謎の殺人事件が次々と発生する。その裏では人間が犯人であると主張する右大宮先人と 魔女が犯人であると主張するベアトリーチェによる推理対決が行われていた。本作の殺人事件は人間には到底行えない殺人が多々ある。それを魔女の仕業なのか人間の仕業なのかを見極めるのが本作の大きな分岐点となる。また、死体の多くは非分に見立てられて殺されており、殺人が行われた場所には魔法人や魔女からの手紙が残されている。 これらの小道具の存在が魔女ベアトリーチェが魔法によって殺人を犯したという印象を登場人物たちに与えている。ハロウィンのジャック・ランタン・スクウェア・エニックス館月刊 GE ファンタジー2008年8月号より連載開始2010年10月号まで連載。作画は鈴木次郎。なお、同社館ガンガンパワード及び月刊ガンガンジョーカーにおける エピソード1、エピソード3と、並行して連載されていた。作画、鈴木次郎 i s b n 九百七十八から四から七五七五二五九ゼロゼロ。二千九年六月二十二日、初版発行 i s b n 九百七十八から四から七五七五二七六三八。二千九年十二月二十二日、初版発行 i s b n 九百七十八から四 から7575285432010年4月22日初版発行 ISBN978 から4から7575297482010年8月21日初版発行 ISBN978 から4から7575309972010年12月22日初版発行海猫の泣く頃に第六から十一話ち 竜騎士霊七イラスト、友彦男子アボックス。ありがとうございます。